ブレイムはアメリカ合衆国のサラブレッドの競争馬。主な価値案に2010年のホイットニー・ハンデキャップなどがあり、2010年のブリーダーズカップクラシックではゼニアッタを破って優勝している。クレーボンファーム及びアデール・ディルシュナイダーの名機で生産されたサラブレッドのお馬で生産者所有の元アルバート・ストール・ジュニア長教師に預けられ、2008年に2歳で競争馬としてデビューした。 デビュー戦は3着、キーンランド競馬場での抑戦で、初勝利を挙げ、2歳児は2戦1勝の戦績で、終えている。2009年、3歳児は6月の下級条件戦から、指導し、参戦して、カーリンステークスを含む2勝を挙げた、R1。9月19日のサラトガ競馬場で行われた、スーパーダービーは、ブレームにとって、グレード競争への初挑戦であった。 単勝三倍に支持されたブレームは、逃げを打った一番人気のリーガルランサムから少し、下がった、先行集団につけて進み、第三コーナー過ぎから順位を上げていったものの、リーガルランサムを捉えきれずに一馬身一四差の二着に、敗れた、R2。翌戦10月31日のフェイエットステークスは、コバとの混合戦で、ジェイミー・テリオット暗状のもと、ブレイムは3歳馬ながら、 単勝3.3倍の2番人気に支持された。スタートから先行集団より少し下がった後方につけ、第3コーナーを大きく回って、外に持ち出すと、そこから追い上げて先行した馬を差し切り、2着のパレーリングに千葉身一4差をつけて、重賞発制覇を飾った R1。テリオットはブレームを、彼はプッシュボタンホースだ。呼べばすぐさま答えてくれる。 と評している R1。同年の最終戦は11月27日のクラークハンデキャップで118ポンドを背負ったブレームはここでも単勝5.4倍の2番人気に押された。前走より多い14頭立ての競争であったが前走同様に先行集団の後ろにつけて進み第3コーナーから順位を上げて先頭に立った。最後の直線では追い上げてきた。 トップハンデのアインシュタインと粘るミスリメンバードを首差でしのいで優勝、勝利でその年を締めくくった R さん。この勝利を受けて調教師のストールはブレイムがチャーチルダウンズ競馬場と相性が良かったことから同競馬場で行われる翌年のブリーダーズカップに期待できるとほのめかした R さん。ブレイムはストールの本拠地であるフェアグラウンズ競馬場で冬を越し、 4歳シーズンの初戦をプリークネスステークスのアンダーカードとして開催されるウィリアム・ドナルド・シェイファー・ステークスで迎えた。同競争では6ヶ月の休養を開けながらも一番人気に押されたブレームは前走と同様の展開で道中を進み、最後の直線で先行集団の間を割って抜けてゴール、2着のノーアドバンテージに一馬新反差をつけて優勝した R4。 この競争ではテディオットに代わってギャレット・ゴメスが新しい乗り役となっており以降すべての競争でゴメスが起乗している。翌戦は G1 競争初挑戦となるスティーブン・フォスターハンデキャップでブレイムは120ポンドのトップハンデが課せられた。集団の外側につけて競争を進めたブレイムは最後の直線で逃げたバトルプランをゴール手前で捉え同馬に3 4馬審査をつけて、初の G1 優勝を成し遂げた R5。勝利後、ストールは、ブレイムの今後の予定を、ホイットニーハンデキャップ、ウッドワードステークス、ジョッキークラブゴールドカップといった、王道路線に進ませる発表を行った R5。8月7日、ホイットニーハンデキャップでは、クオリティロードや、マインザットバード、マスケットマンといった、同年の有力馬が揃った競争で、ブレイムは、 クオリティロードに次ぐ2番人気に押された。スタートからクオリティロードやマスケットマン、ヘーネスフィールドが先行し、そこから少し離れた4番手で道中を進めた。ブレームは最後の直線で粘るクオリティロードを頭さ差,差し切ってゴール5連勝で G1 競争2勝目を挙げた R6。ホイットニーハンデキャップの後、陣営は ブレームの次層をジョッキークラブゴールドカップに定めた。本番でブレームは久しぶりの一番人気に押され前層同様の位置取りで進めたが余力を残して逃げたヘーネスフィールドを捉えることができずさらに差を広げられて4馬審査の2着に敗れた。ストールはこの敗戦はスーパーダービーと同様のスローペースが原因したとコメントしている R7。 同年のブリーダーズカップクラシックは、前年に続き、ゼニアッタが参戦しており、19にまで伸ばした、連勝記録のさらな,なる更新に期待がかけられ、断然の1番人気に押されていた。プリークネスステイクス優勝馬のルッキン・アット・ラッキーが2番人気になり、ブレイムはそれに次ぐ3番人気に支持された。スタートからゼニアッタが最高峰、クオリティロードやエスポアル・シチーが、 戦闘集団に立つ中、ブレイムはその戦闘集団の後方につけて競争を進めた。そして後、16のポール付近から戦闘に襲いかかり、直線ではエッジドやルッキンアトラキーラの追撃を尻けながら戦闘に立ち、最後に猛然と追い込んできたゼニヤッタを頭差しのいでゴール、大一番で大金星を挙げた R8。ただ、 この年のエクリプス少年度代表馬の受賞は逃し、最優秀小母馬に選出されている。ブリーダーズカップ後に引退を表明した RQ。2011年春より、父アーチと同じクレーボンファームにて種母馬入り。初年度の種付け量は3万5千ドル。初年度産区からマーチが2015年のウッディ・スティーブン・スウェス・ベーション・アイスに勝利して、産区重賞初勝利。 2017年のディアヌ賞を、センガが優勝して、3区 G1 初勝利を果たした。主な3区、編集2014年3、2017年3、2008年2戦、霊賞2009年6004勝、カーリンステークス、フェイエットステークスクラークハンデキャップ2着、スーパーダービー2010年50004勝、ウィリアム・ドナルド・シェイファー・ステークス、スティーブン・フォスター・ハンデキャップ・ホイット・ニー・ハンデキャップ、 ブリーダーズカップクラシック2着、ジョッキークラブゴールドカップ、トーアーチは1998年のスーパーダービー勝ち馬。ブレイム以外の代表3区として、デルマーオークスなどに優勝した2006年のカナダ、年度代表バーラベールなどがいる。母ライアブルは、同牧場産のロック勝ち馬で、名品スペシャルから2代目にあたる。ありがとうございます。